い、皆様こんにちは。本日はですね、監査論の解説動画となります。テーマはリスク対応手続き。それでは行きましょう。まずはリスク対応手続きの位置づけから説明していきます。リスク評価手続きにて決定した監査手続きを実施するといったフェーズになります。つまりリスク評価手続きはリスクを評価してですね、監査手続きを決定するフェーズ、そしてリスク対応手続きにて実際に監査手続きを実施するといった位置づけですね。リスク対応手続きでどんな監査手続きを行うか、これはリスク評価手続きのフェーズである程度決められるといった関係性です。次にリスク対応手続きの目的、こちらを見ていきます。これはですね、アサーションに対する監査証拠を入手することになります。アサーションってイメージできますでしょうか。売掛金の実在性、借入金の網羅性、 PL 科目の期間配分の適切性などですね。こういった財務諸表の科目レベルで監査人が検証・立証する項目といったイメージです。このようにリスク対応手続きは売掛金の実在性などより具体的で勘定科目レベルまで落とし込んだ検証事項、つまりアサーションの監査証拠を入手することが目的なんですね。補足ですが、アサーションレベルと対比される用語として財務諸表全体レベルというものがございます。リスク評価手続きにおいて財務諸表全体レベルの重要な急表示リスクおよびアサーションレベルの重要な急表示リスクを識別します。財務諸表全体レベルの重要な急表示リスクに対しては全般的な対応にて監査を行い、一方アサーションレベルの重要な急表示リスクに対してはリスク対応手続きにて監査を行うんですね。次にリスク対応手続きの構成要素を説明します。ご存知の通り、運用評価手続きと実証手続きから構成されています。運用評価手続きって名前が誤解を生みやすいんですけども、これはリスク評価手続きではなくてですね、リスク対応手続きになります。運用評価手続きも実証手続きと同様、アサーションレベルの重要な急表示リスクに対し監査証拠を入手する手続きなんですね。具体的には、運用評価手続きは会社の内部統制についてですね、運用状況の有効性を評価するんですね。アサーションレベルの重要な急表示を防止または発見是正するように内部統制がデザインされていると、リスク評価手続きの際に判断した内部統制がですね、実際に適切に運用されているか有効かといった点をですね、リスク対応手続き運用評価手続きにて確かめて監査証拠とするんですね。実証手続きはですね、前回の動画にて詳細ご説明しましたので、概要欄にですねリンク貼っておきましたので、よろしければそちらもご参考ください。実証手続きは、詳細テストと分析的実証手続きにより構成されるんでしたね。補足ですけども、運用評価手続きはフローのイメージなんですね。一方で実証手続きはストックのイメージです。必ずしも 100% そうではないですけども、多くはこのようになります。そのためですね、運用評価手続きは網羅性だったり PL 項目のアサーションに有効なことが多くってですね、一方で実証手続きは実在性だったり BS 項目に効果的なことが多くなります。